皆さんこんにちは、ゼロです。今日はデイのデイ冒険をやっていきたいと思います。はい、というわけで今日やりたいのはちょっとね、鬼門でもあるこのストーリーの4章、あ、竜の奇跡のね4章です。これの初級のこれ悲しき暴走、これヒュンケルとのバトルなんですけど、ここめちゃくちゃ苦戦しましたわ。っていうので、どういったパーティーで倒したかっていうのをちょっと、見せながらクリアしてみたいと思います。まあ、僕の場合はまずは編成ちょっとしてみますね。勇者にせず戦士で行きました。で、戦士の方、今は結構強くなって、レベルの方も24になりましたけども、まあ、戦士にして相棒は大。そして、他の残りの二人のパーティーは、クロコダイン。そして、これはマームですね。ちょっと名前一瞬飛んだわ。マーム。まあ、このパーティーで戦いました。で、とりあえず、今装備してるものは、まあ、大した装備じゃないんだけどね。まあ、これは、主人公は、まあ、アバンの剣を装備して、で、これは、ヒュンケルの、イベントでもらえるやつですね。はい。魔剣士のレイピアっていうものを装備してます。ダイはね。で、あとは、まあ、普通の、レアみたいな、星さんのね、斧。で、マームも星さんの武器と。で、まあ、これクリアするためにはひたすら上げれるだけレベルと、あと進化の方を繰り返しました。で、上げれるだけ上げてからのバトルということで、まあ、とりあえずどうにかメインストーリーの方は一度クリアしました。で、それっきりやってないんですけど、まあ、それからどん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 レベルを上げたことで、どうにか戦闘力もね、今8100までいったので、まあ、これなら全然楽勝に倒せるのかなと思い、ちょっと今回やってみます。まあ、とりあえずパーティーは当時もこのパーティーのまま、装備もこのままで、上げるだけ上げてやりました。まあ、ポイントはちょっとね、主人公は勇者じゃなくて戦士の方がいいということをちょっと調べて分かりました。とりあえずこのメンバーで攻撃重視でとりあえず突っ込むというね、方法なら倒せたんで、ちょっとこれは皆さん、もし苦しんでた場合は、このパーティーでちょっとやってみていただければと思います。それでは行ってみましょう。結構時間かかるかもね。はい。さあ行きましょう。って言ってこれでやって倒せなかったりして。それだけは勘弁してね。はい。あ、基本オートで行きます。もうこんだけ走ったタラが上手に疲れるわ。さあ、かっこいいヒュンケル。魔剣戦士ヒュンケル。これね、クロコダイン構わずね、敵の攻撃の中に入ってるんだよね。だから結構死にやすいんで、あれだけ防御の方も解放して、あげておいた方がいいと思います。はい。チャンスの時に。あれ？これ防御やね。間違えた。はい。やっぱ戦闘力高い分結構余裕持っていけそうだな。ダイの出番はまだないと。はい。クロコダイン一回強いな。はい。で、マームの魔法と。うん。ちょっと装備、スキルミスってるな。これ、防御と防御装備してもしゃあないな、これ。やばい。ちょっとミスったか？まあ、でもこのアバンスラッシュ。バリ強いっす。はい、600。そしてブレイク。ちょっとここで変わりましょう。ダイム強いよ。ガンガン技を使っていきましょう。ほら、終了でね。はい。多分倒すときには一番奥まで追いやりますんで。
で、マームのね、ホイミもレベル上げれたら上げていた方がいいと思います。結構ね、やっぱり貴重ですよ、回復は。おお、飛ばされたわー。やばい。ガードしろ、ガード。やばいぞ。いやちょっとまたこう台の方がいいわ。ちょっとスキルが攻撃スキルを置き忘れてきた分ちょっとミスったな。これできついかも。いけるかな。もう一つ押せれば薬草が手に入る。届かないか。アバンストラッシュ押し込め。いけいけ。アバンストラッシュ。いけ。よし、回復取ったね。オッケー、これでいけそうかな。ほい、結構それでもきついな。ギリギリだわ。うわ、オッケー、ラストちょい。もう技使って倒しちゃいましょうか。倒せんのかい。うわ、めっちゃ食らうわ。いけ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 。最後に技使って、はい、倒しました。まあ8000の戦闘力あっても、ちょっとスキルちょっとミスってたからダメージ与えれなかったっすね、あんまり。オッケー、星さん。はい。という感じで、クリアしました。まあ、多分、倒した時の総戦闘力は、ちょっと記憶は、ちょっと、うる覚えですけど、6500のこの推奨戦闘力に対して、6700ぐらいしかなかったと思います。まあ、ただ、パーティーとスキルをしっかりと装備、して、まあ、挑んだら、どうにかギリギリ倒したっていう感じですね。で、ストーリーの方は今、この先、まあ、一つ、このね、フレイムってボスをね、倒して、その後エクストラクエストになります。で、ここで一旦ストップですね。今の現状の更新は。で、繰り返し行くとしても、この悲しき暴走のクエストは、これが一番、周回的にも稼げる、クエストになりますので、ぜひね、ここの鬼門のクエストを、クリアしていただいて、ここを繰り返し挑んでもらうのが一番いいのかなと思いますけども、まあね、今自分の場合はまだ、イベントの方をね、ちょっと今優先してやってます。イベントの方は、このファルコの、ファルコじゃなくて、ファルコじゃないわ。ちょっと待ってよ。北斗の剣とごっちゃになってるわ。これね。この、ヒュンケルですね。ヒュンケルのクエストを、まあ、少しずつクリアしてやってます。そしたらね、このメダルみたいなのもね、コインか当たりまして、で交換とか、できますのでね、今のうちにこれイベントね、まだもうちょい期間ありますので、どんどん何回も繰り返しやって稼ごうかなと思っています。はい、というわけでね、一応今日は一番ストーリーで鬼門だったと思った、まあ、ヒュンケルのね、クエスト。まあ、こういったパーティーでやればいけますよっていうので、いけましたようなんですね。まあ、多分ね、戦闘力差上げれば他のパーティーでも全然いけるかもしれないですけど、まあ、僕の場合は勇者じゃなくて戦士にしたっていうところと、残りのパーティーはこの3名で挑んだら勝てましたよということなんで、ぜひね、苦戦してる方はこのパーティーを育成してみて、挑んでいただけたらなと思います。まあ、ただアバンの剣とか持ってるのは、ちょっとね、ここはもう運なんで、ガチャでたまたま出たっていうところなんで、これ持ってない方は、同じ武器持ってたら進化とかして、少しでも強くして、レベルを上げて挑んでもらえればな、と思います。はい。で、あと、ちょっと待ってください。はい。戦友ですね。戦友も、ちょっと、グループの方、戦友の方を作りました。で、これどうやって招待するのか。
はい、ゼロワールドという、専用グループを作ったんですが、もしよかったら、こちらですね。はい、所属10名中、私一人でございます。ぜひ、専用グループに入っていただければと思いますので、よろしくお願いします。特別誰かの限定とかってそういうことはしてないので、ね、興味ある方はぜひね、一緒に楽しめたらな、いいなと思います。はい。というわけで、お待ちしてます。はい。というわけで、今回はそういった配信です。はい。またなんかね、面白い、企画とかあったら、便乗して、また動画配信などできたらいいなと思いますので、楽しみにしていてください。それではまた見てください。ゼロでした。バイバーイ。